はい、毎度、ホーム 221B の渡辺です。皆さんお疲れ様でございます。さあ、今日はですね、ゲームマーケット、ゲムマー2020春で発売予定のボードゲーム、僕、渡辺が気になるボードゲーム5つをご紹介していきたいなと思うんですが、まあ、見ている方もね、ご存知かなと思うんですが、ゲムマーの2020春はですね、まあ、諸々の事情、カクカクシカジカの理由で、まあ、残念ながら中止となってしまいましたが、ありがたいことにですね、なんとなんと、一部の商品、すべて、発売予定だったものではないんですけれども、すべての商品ではなくて、一部のボードゲームはですね、なんと、動画説明欄にも貼っておきますが、アークライトさんのですね、EC サイトというところから、こちらでですね、通販でオンラインで買うことができるんですよね。これありがたいですよね。なので、今回は、まあ、販売されなかったものはちょっと紹介しても意味がないかなと思いますので、この通販サイトで買えるもの、で、ゲームマー2020春の新作で、僕、渡辺が気になるボードゲーム5つをご紹介していきたいなと思います。あくまで通販サイトで買えるものから選んでおります。でね、この通販サイト見ていただくとわかるかなと思うんですけれども、見ていただきますと、売り切れという状態に今なってるかなと思います。商品ごとに。というのも、ゲームマーはですね、今週の土日、25日、26日に行われるものでありましたよね、もともとは。なので、まさしくその通りで、25日以降、4月の25日以降にならないと、このゲームマ2020春で、発売予定だったボードゲームたちは買うことができませんので、まあ、この、今は売り切れてるけれども、まあ、この売り切れてる間に、まあ、欲しいボードゲームを目星つけておいて、販売が開始されたら、まあ、ババって買っていくのがいいかなと思いますので、ぜひ今のうちにね、チェックしていただければなと思います。で、今回5つ紹介していくんですが、もちろん僕、全く遊んだことはないので、ルール、誤って伝えていくかもしれません。なので、まあ、そのあたりをご了承していただければなと思います。ざっくりふわっとこんなゲームが出るんで、こんな雰囲気のゲームが出るんだなっていうのをゆるく伝えていく、動画になってるかなと思いますので、見ているあなたもですね、ゆるゆるとお楽しみいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。では、ゲムマ2020春、僕、渡辺が気になるボードゲーム5つ、ゆるゆると紹介していきましょう。お楽しみください。さあ、では、早速ね、1つ目をご紹介していきたいなと思います。さあ、1つ目のボードゲームは、アンティーク・オア・ゴーストでございますね。こちらデザイナーはですね、アナログランチボックスさんというところから、販売されます。で、プレイ人数はですね、3人から5人用で、プレイ時間は15分から20分のお手軽なゲームとなっております。で、この通販サイトでは2000円での販売となっておりますが、まあいいですよね。絵がすごくこう柔らかいタッチの、テイストになっているんですけれどもね。で、これアナログランチボックスさんのホームページがあったのでちょっと見てみたんですよ。で、そしたらね、こちらにコンセプト、このアナログランチボックスさんのコンセプトというのが書かれてます。これがね、かなり響いたんですよ。ちょっと読みますね。コンセプトは、お弁当箱を開ける時のワクワク感、箱を開ける時のそんな気持ちになれるアナログゲーム作りを目指していますっていうのに書いてあるんですね。これかなりいいですよね。やっぱりボードゲームってね、何個買っても毎回楽しみがあるじゃないですか。大人やけど箱開ける時って本当に楽しいですよね。そのワクワク感を伝えたいっていうのがこのアナログランチボックスさんの、コンセプトらしいですね。で、このアンティークオアゴーストはですね、まあ、どんなゲームかと言っちゃいますと、プレイヤーはですね、骨董商となります。で、まあ、ゲーム終了までにですね、優れた骨董品をですね、5つ集めることを目指していくゲームなんですね。で、まあ、骨董品、まあ、より価値の高い骨董品などを集めていくことが大事になっていきます。で、あと書いているのはですね、こう、巧みな話術で自分の骨董品の価値を、上がるように、こう、ゲーム中は立ち回っていきましょうというふうに書いているんですね。はい。もうちょっと見ていくと、プレイヤーはですね、骨董商となりまして、博物館のオープニングイベントで展示するためのですね、優れた骨董品を集めることを目指していきます。で、他の出展者のですね、動向を伺いながら、流行りの骨董品を仕入れて、で、さらにですね、市場をこう操作していきましょう。で、コレクションの価値を算数で高めていくんです。で、時にはですね、ここが面白い。骨董品をあえて手放すことも大切になってくると書いてるんですね。これ何かというと、骨董品についた幽霊から解放されれば、好機が訪れるからですっていう風に書いてるんですが、これがちょっと面白いですよね。まさしくタイトルのアンティークオアゴーストっていうところだと思うんですよね。ただ単にアンティーク、まあ、骨董品を集めていくっていうだけのゲームじゃないようなんですよね。まあ、ジャンル的には、セットコレクションなのかな。5個の、
骨董品が集まった人からこう脱落というか抜けていくらしいんですよ。そして全員が抜けた後に、得点計算をやって一番得点が高かった人は誰かなっていう、まあすごくシンプルなゲームなんですけれども、やっぱりこの手のゲームはもう見てお分かりかなと思うんですけど、やっぱりもうイラストですよね。本当にこう柔らかいこうエモさのある骨董品にすごく惹かれるので、こう女性にもかなり入りやすいかなと思います。で、まあ、ゲームの流れなんですけれども、まあ、自分の番になったら、他のプレイヤーから、こう、骨董品を一つ選ぶんですって。で、それを受け取るなり、まあ、展示するなりっていうのを選んでいくんですって。で、そのカードごとに効果があるんです。はい。効果は全部で6種類あるんですね。まあ、例えば手札を増やす効果であったりとか、骨董品の価値を、まあ、上げたり下げたりする。まあ、あと市場のカードをですね、移動させたりするカードなどの効果があったりするらしいです。だからただ単に、こう、じゅんぐりじゅんぐりやっていくだけじゃなくて、ちゃんと、カードごとに効果があって飽きない展開になっているようなんですよね。うん、どうでしょうかね。ちょっとこうルールもかなり比較的シンプルそうだし、絵も柔らかいのでとっつきやすさはかなりあるかなと思います。プレイ時間もね15分から20分っていう風になってますし、でこのやっぱり気になるのはちょっと先ほどもちらっと触れましたが、このゴーストの部分なんですよね。どうやらこのゴーストがおることによって呪いチップっていうのがあったりするらしいんですよね。それでちょっと点数が下がってしまったりみたいなね、因縁カードっていうのもあったりするらしいです。これ面白そうですよね。ただ単に骨董品を集めるだけじゃない、やっぱりこう骨董品というものは古いものなので、その元々の持ち主のもう思いがゴーストが詰まってるみたいな、その面白いところをちゃんとついてきた、もうテーマにまさしく沿ってるような、このアナログランチボックスさんの本当にワクワク感が伝わってくるゲームかなと思いますので、今回一つ目に、気になるものとしてご紹介させていただきました。僕渡辺が気になるゲームは2020春の一つ目はですね、アンティークオアゴーストアナログランチボックスさんより、販売になっております。プレイ人数は3人から5人で、プレイ時間は15分から20分、EC サイトでは2000円での販売予定となりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ではどんどん参りましょう。ゲームマン2020春、僕渡辺が気になるボードゲーム2つ目はザ・ブーンでございますね。こちらはですね、デザイナーはですね、プレイマーケットさんから販売となりまして、プレイ人数は3人から6人。一応ですね、カッコで2人でも遊ぶことはできるようですね。まあ、主に3人から6人です。で、プレイ時間は10分から20分で、EC サイトでの販売価格は1980円となっております。さあ、このザップンどうですか？なんかね、これすごい褒め言葉で言いますけれども、ふざけた絵が描かれてますよね、もうね。ほんまにこういう絵僕大好きなんですよね。めちゃめちゃ可愛いですよね。こういうテイストの絵なので、お子さんと遊ぶのもかなりいいかなと思います。で、もう見た目通りでございます。本当にアクション系のゲーム、ボードゲームになっておりまして、まあキャッチコピーとしましてですね、逆転ありの反射神経ボードゲームっていう風に書かれてますね。はい、そうです。反射神経がすごく試されるゲームでして、最後まで、気が抜けないような展開になっているようなんですね。もうやることとしましては本当にシンプルです。各自ですね、バーってカードを配ります。で、各自山札を持っているんですね。で、それで、こう場にですね、1枚ずつ、出していきます。自分の山札から1枚ずつ出していきまして、3枚目にが出た時に、それに合わせてですね、その今出ている3枚の条件によって掛け声をですね言っていかないといけないんですよ。正しい掛け声をいち早く言っていかないといけないんですね。まあ3枚とも背景の色が同じだったら背景の色、まあ、色とかね、そういう風に言ったりするんですよ。で、3枚とも水着の色が、このキャラクターたちの着ている水着の色が同じだったら水着とかパンツとかなんかそういう風に言ったりするようなんですね。で、この、どの条件にも当てはまらないときはですね、3枚目が出たときに、どの条件にも当てはまらないときは出ました、このゲームのタイトルでございます。ザッブーンというのを、こう、テンション高く言えた人が、まあ、得点になることができるんですね。で、最後まで逆転ありと書いてますので、もちろん間違えたときには厳しいペナルティ、お手つきも発生してしまうので、そのあたりは要注意なんですよね。で、しかも、まあ、選択ルールであったりとか、上級ルールっていうのもあるので、まあ、お子さんと遊ぶときには、まあ、優しめのルールでやるのもありだと思うし、大人同士でやるとか、まあ、ちょっと飽きちゃったなとか、普通のルールはもう物足りなくなっちゃったなっていうときには、まあ、上級ルールを選ぶのもかなりいいかなと思いますので、本当に飽きなく、楽しむことができます。
ますね。まあ、お化けキャッチとか、まあ、なんでしょうね、ジャングルスピードとか、まあ、ジャック・ゼメのね、デザイナーのボード、ジャック・ゼメという方の、まあ、お化けキャッチとかなんですけれども、というデザイナーのボードゲームが好きな方は、このザ・ブーンはかなり刺さるかなと思います。僕はね、ジャック・ゼメかなりお化けキャッチも大好きなので、このザ・ブーンも、見た目でまずね、惹かれたっていうのもあるんですけれどもね、本当に可愛らしいので、ね、ザ・ブーンのと夏場までにはね、この状況ね、収束していただいて、この夏場ね、ちょっと海沿いなんかでこのザ・ブーンザ・ブーンして遊びたいなと思いました。このザ・ブーンはですね、デザイナーはプレイマーケットさんより販売となっておりまして、プレイ人数は3人から6人です。で、プレイ人数はね、まあ、2人とも遊ぶことができるんですけれども、プレイ時間も10分から20分のかなりお手軽な、まあ、アクションわちゃわちゃゲームとなっておりますので、お化けキャッチ好きなあなたはぜひ、買いかなと思いますので、こちらのザ・ブーンハイテンションにチェックしていただければなと思います。はい、では3つ目紹介していきましょう。3つ目はですね、怪盗ルパンツでございますね。こちらをですね、デザイナーはですね、ここでなったさんより販売されますね。プレイ人数はですね、4人から8人用ですね。で、プレイ時間は、まあ、20分から40分ほどのゲームとなっているようです。で、EC サイトでの販売価格はですね、2035円となっておりますが、まあ、怪盗ルパンツね。これ、すごいゲーム出てきましたよ。まあ、4人から8人用ということなので、まあ、わちゃわちゃ系の大喜利系の、まあ、コミュニケーション系のゲームとなっておりますが、これね、すごいんですよ。なんと、合法的にパンツを盗めちゃうゲームなんですよね。まあ別にね、パンツね、盗みたいっていう願望あんまりないんですけどね、どっちかっていうと見たいなり触りたいなりっていう方願望が強いんで、まんま盗みたいっていうのはないんですけど、どうなんそうなんですよ。怪盗ルパンツとなりまして、パンツを盗めちゃうんですよ。でね、いろんな絵柄のパンティーが書かれています。まあ、ティーバッグであったり、しまじまのパンツであったり、本当にね、セクシーな、いろんなデザインのパンツがありまして、このパンツをですね、他のプレイヤーに、このパンツをこんなパンツやでっていう風に伝えていくんですよ。で、そのパンツが並んでいる中で、その、他のプレイヤーたちは、親からですね、聞いたパンツをいち早く取れば、まあ、ポイントとなっていくわけなんですね。で、ただ単に赤のティーバッグとかそういう風に伝えることはできないんですよ。はい、出ました。コミュニケーション系のゲーム。もうこれ、いいですよね。制限が、やっぱり、あります。伝えるにあたって。例えば、このパンツをジェスチャーで伝えてくださいとか、例えば漢字だけで伝えてくださいとか、物語で伝えてください。〇〇のようなということで伝えてくださいとかね。まあ、いろんな制限がある中で、他のプレイヤーに、この今自分が狙ってる盗みたいパンツをですね、言葉巧みに伝えていくんですよ。これもう面白いですよね。すごいですよね。これめちゃめちゃね、ある意味今日紹介する中で一番企画会議を聞きたいのはこの怪盗ルパンツだったんでしょうね。パンツ盗みたいよな。盗むってなったら怪盗やんな。ルパン、ルパン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 とパンツ合ってるやん。もう怪盗ルパンツやんみたいな感じでできたんちゃうかなって僕勝手に想像してるんですけどもね。すごいいいノリでできはってんやろなって感じはすごいしました。だってみんなもう、特に男性の方はパンツ好きでしょ。そうですよね。もう夢が、男の夢が詰まったゲームですよね。本当にね。もうね、これパンツ、まあもちろんね、男だけでやるのも面白いかなと思うんですけれども、女性も交えてやるとね、なんか、いい展開にならへんかな。今私が履いてるようなパンツやねんけど、みたいな。え、じゃあ見してや、みたいな。ならへんな。そんなにはならないと思うんですけれども、まあ男性だけとは言わず、女性ともね、一緒に遊べるボードゲームかなと思います。本当に、なんでしょうね。ちょっと、まあ、テーマ的にはちょっとアダルトなボードゲームにはなってるかなと思うんですが、まあ、お子さんの、そうね、あれかな。まあ、飲み会とかではほんと1個あれば、めちゃめちゃ合コンとかでね、かなり良さそうな感じもしますしね。うん、あの、パンティートーク盛り上がるかなと思います。ぜひですね、見ているあなたの好きなパンティーもですね、コメントなんかに教えていただければなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。怪盗ルパンツ、本当に楽しみなパーティーゲームの一つになっております。こちらの怪盗ルパンツはですね、デザイナーはここでなったさん発売となっておりまして、プレイ人数は4人から8人です。で、プレイ時間は20分から40分のパーティーライクなパンティーゲームになっておりますので、パンティー大好きなあなたはぜひチェックしてみてください。
はい、では4つ目ご紹介していきましょう。4つ目はですね、リターンホームでございますね。こちらはですね、デザイナーはですね、コロンアークさんでいいのかな、コロンアークさんより販売されまして、プレイ人数はですね、2から6人用です。で、プレイ時間は45分ほどのゲームとなっておりまして、EC サイトでの販売価格はですね、3960円のゲームとなっております。さあ、こちら、リターンホーム、ね、絵が絵本みたいですごく素敵ですよね。さあ、意外とですね、こちらのリターンホームはですね、協力のボードゲームとなっております。まあ、協力のボードゲームって、まあ、そもそもがね、普通、全体的にボードゲームの中で見ても協力のボードゲームって少ないんですけれども、ましてや、ゲームまでの協力ゲームっていうのって、販売数的には僕少ないんじゃないかなって僕のイメージがあるので、やっぱりこういうゲームまで販売される協力ゲームってかなり貴重かなと僕的には思っております。まあね、協力ゲーム僕大好きなので、このリターンホームはまず気になった一つでもあったんですね。で、見ていきますと、このリターンホームはですね、まあ、箱が示す通り、宇宙がテーマとなっておりまして、宇宙からの帰還をテーマとしているんですね。まあ、ちょっと読みますと、小惑星にですね、不時着しました宇宙船ツワブキと、その乗組員のさくらあきちゃんをですね、救いましょうっていうゲームなんですね。で、頼れるのはですね、遥か離れた地球からのローバーだけ。感動の期間を味わってくださいということなんですけれども、まあこちらがですね、かなり面白そうなんですよね。そのツワブキ、宇宙船のツワブキがですね、小惑星に不時着しまして、そのツワブキがですね、小惑星でバラバラになっちゃったんですよ。で、まあゲーム終了までにそのツワブキのパーツを集めることが必要になってくるんですよね。まあちょっと近いゲームで言うと、マットリーコック、パンデミックのデザイナーのマットリーコックの協力のボードゲームで、子供向けのボードゲームでね、最近出たのがスペースエスケープっていうのがあったんですけれども、まあそれなんかもですね、宇宙ステーションが舞台になってまして、まあパーツを集めたりするんですけれども、おそらくこのリターンホームはちょっとわかんないですけどね、それにちょっと、インスピレーションを受けてるんじゃないかなとは思っております。うん、勝手なイメージですけどね。はい。で、まあそのですね、宇宙不時着するわけですよね、ツワブキが。で、壊れたツワブキからですね、ラジコンカーのようなもの、探査用ローバーというのが出てくるんですよ。で、その地球からですね、探査用のローバーを操作しまして、地球からですよ、地球から探査用のローバーを操作しまして、みんなが助けようとしているのです。つまり我々プレイヤーたちは地球にいるんですよ。で、そのさくらあきちゃんと探査用のツワブキはその不時着した小惑星にいるっていう、こう遠隔操作すって、助けていくみたいな設定になってるんですよね。これ面白いですよね。我々がなんていうかな、直接じゃなくて遠隔操作っていう設定が、ああなるほどな。そのね、こういう宇宙船ツワブキとか、ね、糸川とかあったじゃないですか。なんか映画とかでもね、おかえりはやぶさとかあったりしましたけれども、あれもどっちかというとプレイヤーが直接その宇宙にいるっていうよりかは、この地球側でなんとかするっていうようなのがテーマになってるので、まさしくこのタイトル通りリターンホーム、まあ、地球に帰ろうよっていう風になってるんじゃないかなと、うん、思いました。でね、プレイヤーはですね、その探査用のローバーを地球から操作するんですよね。で、ロケットのパーツを探します。そして組み立てていきましょう。でもですね、ここはですね、遥か遠くにある小惑星なんですよ。簡単じゃありませんよ。はい、ある程度先を見して先を見して動かしていかないといけないんです。で、しかも小惑星はですね、様々な災害を起こります。なので、その災害をですね、上手に避けていかないと、ツワブキをですね、組み立てることもなかなかに難しくなってくるんですよ。さあ、プレイヤー皆さん、あなたたちはですね、その桜あきちゃんとローバーをですね、無事に地球に返すことができるんでしょうか。と、まあ、そんなゲームになっているんですよね。まあ、ゲームの手番としましては、ちょっと詳しくはね、書かれてはないんですけれども、まあ、プレイヤーはですね、3枚ずつのアクションを行いまして、ボード上に、ゲームボード上に広が、散らばっている宇宙船のパーツカードを探していきますと。はい。で、すべて集めまして、で、スタート地点に戻ってきたら、プレイヤーたちの勝利という風になっているんですね。どうなんでしょうね。ちょっと難易度とかはわからないんですけれども、難易度調整とかね、できたりしたら、結構協力ゲームってね、飽きが来ずに、結構楽しめるかなと思うんですけれども。で、そのね、このローバーのイラストもすごく可愛いんですよね。ちょっと絵本タッチ。全体的にこの絵本テイストになってるんですが、結構悩ましい展開もたくさんあるようです。で、このローバーも固有能力っていうのがあったりしまして、こう、
淡々とね進んでいくわけではなくて、その能力も上手に使わないといけないし、でさらにその災害っていうのが起こるんですね。これがちょっとね気になるところですよね。だからそのイレギュラーなイベントがかなりたくさん起こったりするようです。まあパンデミックでいうところのこうエピデミック的なところなのかなっていうのは勝手に思ってるんですけれども、まあ嵐に砂嵐、太陽風に太陽風乱流みたいなね、いろいろありますね。でさらにですね、あ、ゲーム終了条件がちょっとごめんなさい、今見つかりましたね。宇宙飛行士の酸素がなくなってしまったら、まあゲームオーバーという風になっているんですよね。だから桜あきちゃんを死なずに返すことが、できるかなっていうところになっています。はい。で、その一緒にいるですね、ローバー非常に強力で、そのローバーを上手に使っていきましょうということなんですけれども、いいですよね。やっぱりこう、しかも6人までできる協力ゲームっていうのもかなり少ないかなっていう感じはしますよね。協力ゲームって大体4人なので、うん、幅広く遊ぶことができるんじゃないかなと思います。わあ、いいな、宇宙がテーマか。ちょっと激アツですよね。男性はやっぱりこう宇宙にはロマン感じますよね。このゲームなんやろな、僕的にはこうねベタですけれども、エアロスミスのね I don't want to miss a thing なんかをね聞きながらちょっとこう遊びたいなっていう感じはしますね。ちょっとこれゲームクリアちょっと泣いちゃうんちゃうかなっていうぐらいのね感動が待ってそうなんですけれどもね、どうですかね、このリターンホーム気になった方結構いるんじゃないかなと思います。こちらのリターンホームはですね、デザイナーはコロンアークさんからの発売で、プレイ人数は2から6人、プレイ時間は45分ほどのゲームで、EC サイトでの販売価格は3960円となっております。ぜひ宇宙好きな協力ゲーム大好きなあなたはチェックしてみてください。さあ、それでは最後5つ目、僕渡辺が気になるゲームは2020春で気になるボードゲーム5つ目はパサでございますね。ごめんなさい、これパサで読み方ってのかな、 PASA と書いてパサでございますね。こちらデザイナーはですね、ダイナゴン製作所さんからの販売となっておりまして、プレイ人数は2人用のゲームとなっております。でプレイ時間は5分からという風になっているんですね。で EC サイトでの販売価格は2500円というようになっております。さあ出ました、こちらパサ、この手のゲームでございますよね。まあ見た目的にはややアブストラクトっぽいんですが、キャッチコピーといたしましては、簡単なようで奥が深い運 VS 実力なゲームという風に書いていますね。なので運 VS って言っちゃってるので、まあ完全アブストラクトではないようですね。はい、もうシンプルなのに奥が深い、そして大人も子供も楽しめる1対1の真剣勝負という風に書いております。さあルールは至って簡単です。サイコロの目の数だけ動かせるコマを使っていくんですね。で相手のキング、まあチェスや、将棋のようですね、相手のキングをですね先に倒したプレイヤーの勝利となります。もう勝ち目標は至ってシンプルです。相手のキングを先に倒す。ただしですね、サイコロの目はですね、なんとなんと毎回振り直しとなっていきますので、出目によってはですね、どんどん不利になってしまう可能性もあるんですよね。なので、これが面白い。将棋やチェスなど、実力至上至上主義のゲームにサイコロの運要素を足したゲームがこのパサなんですよね。それによって、まあ実力主義、まあいわゆるアブストラクトですよね。アブストラクトってやっぱりね、初心者勝てないんですよね。熟練者にはよっぽどなビギナーズラックがないと。なので、それではちょっとやっぱりね、実力至上すぎすぎるので、ボードゲームの初心者の方でも気軽に楽しめるということで、サイコロ要素、運要素を足してみて、出来上がったのがこのパサなんです。で、書いてます。さあ、あなたは頭脳でねじ伏せるのか、それともはたまた運で勝ち取るのか。これ面白いんじゃないですか。やっぱりね、アブストラクトとかって女性の方結構嫌う方多いんですよ。例えばね、カップルなんかで遊ぶともう私勝たれへんわって思われるね、女性の方結構多いらしいです。ってなった時に、このパサいいじゃないですか。5分から始められるし、もしかしたら運で勝てるかもしれないんですよ。そんな彼女さん十分チャンスがある。このパサめちゃめちゃいいかなと思います。だから、ちょっとまあテーマ的にはまあ、あんまりテーマがないという意味でアブストラクトになってくるかもしれないんですけれども、なんでしょうね。ちょっとあれっぽさを感じましたね。バックギャモンまでも実力差はあんまりないんかなって感じはしますけれども、まあバックギャモンなんかもね、サイコロを振って遊んでいく、まあ古典的なアブストラクトではないか、まあね、古典的なゲームではあるんですけれども、二人用のね、ゲームなんですが、まあその、剣が好きな方、ちょっと実力すぎるとしんどいわ、アブストラクトすぎるとちょっとしんどいわっていう方は、このパサ、かなり
いいんじゃないかなと思います。本当にご夫婦カップルにはめちゃめちゃいいかなと思いますね。でしかもこのキングのですね、駒がかなり可愛いんですよね。頭にちょこんとちゃんとこう王冠がですね、かぶさっているんですよね。まあ、詳しいルールはちょっと現時点ではまだ書かれてないのでわからないんですが、まあかなりおそらくシンプルではあるかなと思います。でしかも、なんでしょうね、僕個人的にまあ、アブストラクトは大好きなんですけれども、やっぱりこう、サイコロのゲームもね、やっぱりたまに遊びたくなっちゃうんですよ。そう。で、何がやっぱりサイコロのダイスのゲームいいっていうと、もうやっぱり自分でコントロールできない部分じゃないですか、運って。これにやっぱり一喜一憂されるのっていうのは、本当に盛り上がりますよね。いや、アブストラクトだけやと、普通にもう真剣勝負でこう、淡々とドライにプレイ感がね、進んでいくんですけれども、このサイコロの、出る目によってうわマジかっていうのをこう結構大盛り上がりしながらできるちょっとアブストラクトチックになっているのがこのパサっていうゲームかなと思いますので、かなり、新しいところになってくるかなと思います。カップルさんやご夫婦にぜひ遊んでいただきたいなと思います。女性の方もぜひですね、手に取っていただきたいなと思っております。こちらのパサはですね、デザイナーはですねダイナゴン製作所さんですね。プレイニーズは2人用のゲームで、プレイ時間は5分からのかなりお手軽なゲームで、 EC サイトでは2500円での販売となっておりますので、ぜひぜひアブストラクトが好きな方、いやいや運も大事だよって思っちゃってるあなたはですね、ぜひこのパサチェックしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。見ているあなたにとって気になるボードゲームは見つかりましたでしょうか。まあもちろんですね、今回紹介したのは5つだけだったんですが、この5つ以外にもたくさん素敵なボードゲーム、ゲームマン2020春ではご紹介されてますので、EC サイトからですね、他にも気になるボードゲームもきっとあなたにとって見つかるはずだなと思いますので、ぜひ他に気になるボードゲームがありましたら、コメント欄なんかでぜひとも教えていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、こちらもよろしくお願いいたします。さあ皆さん、こちらのカタログ持ってますか？ゲームマン2020春のカタログです。ゲームマン2020はですね、20周年のものになっておりますので、こちらですね、中の読み物もかなり充実しておりますので、こちらまだ持ってない方、これちょっとね、今買えるかどうかわかんないんですけれども、ぜひとも買っていただければいいかなと思います。で、あとですね、僕もですね、今回はですね、ゲームマン2020春、こちらの EC サイトを使いまして、購入していきたいなと、ボードゲームを買っていきたいなと思っております。なので、戦利品をですね、ちょっとまだ未定ではあるんですけれども、このチャンネルで生配信、ライブ配信でお届けしていきたいなと思っております。ちょっとまだ未定なんですけれどもね、あくまで予定でございます。なので、そちらのですね、情報なんかもですね、僕のツイッターからちょっと流せればなと思ってますので、動画説明欄に僕のツイッターのリンクがありますので、そちらもですね、フォローしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひともよろしくお願いいたします。さあ今日もですね、皆さん長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。まあこのチャンネルではまあこんな風にボードゲームのお話したり紹介したり、ボードゲームプレイしたり、ゲームの話したり雑談したり、ゆるゆるとふわふわっと本当にゆるっとやっていきますので、見ているあなたもですね、ゆるくお楽しみいただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひともよろしくお願いいたします。よかったなと思ったらグッドボタン、ぜひともよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだの方、ぜひともしていただけると本当に嬉しいので、ぜひともよろしくお願いいたします。さあ今日も長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんお体には本当に気をつけていただきまして、ゲームマンのね、素敵な商品買ってくださいね。皆さんただの戦利品こんな買ったよというのもぜひとも教えていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、楽しみにしております。さあでは今日はこんなところで締めていきましょう。ぜひまた次回も遊びに来てください。以上、ホーム221Bの渡辺でした。ほなー。